ナマステ。ナマステ。ショナのタスケマンです。今日の作業はこちらのお庭のお手入れ、木の剪定と草刈りになります。はい。柿の木もあるんで、だいたいどうだろう、3分の1ぐらい全体的に木はさっぱりして、はい、草も刈ってくるってことですね。はい。まあ、こんな感じで。結構柿の木が背が高いですね。そうですね。まあ、今日も暑いですね、しかし。はい。30度を超えております。30度。はい。あ、この季節がやってまいりました。はい。6月下旬です。はい。この間もね、ちょっと暑い日に撮影はできなかったけど草刈りやったんですけど、やばかったですよね。はい。汗ダーダーでした。今日もまあそんな感じになると思いますけど、熱中症にも気をつけて頑張ってやっていきましょう。はい、頑張ります。ではそれでは作業へ、Here we go。さあ始めました。今回のご依頼は庭の木の剪定と草刈りになります。庭のお手入れっていう感じですかね。はい。まずは木を切っていくという感じですか。そうですね。一番大きな柿の木を切っております。だいたい3分の1ぐらい落とすイメージですかね。普通草刈りと剪定の両方やるって時は剪定からやりますよね。そうですね。剪定からやって、まあ、草刈りからやっちゃうとまた下が散らばっちゃいますか。落ち葉が。あ、そうそうそう。落ちます、ね。まあ二度手間にならないようにっていうか木からやる感じですね。の方がいいですよね。はい。きっと。いいと思う。なんか視聴者さんで逆の方がいいんじゃないみたいな言われてた方確かいたような。あ、本当。はい。まあなんか状況が違うのかもしれない。ああ。まあ僕らは木からやりますね、大体。そうですね。で草刈りとついでにまたその残った落ち葉も一緒に集めるっていう感じですよね。そうですね。はい。で背の高い木も剪定バサミなどを使って切っていっております。チェーンソーですね。チェーンソーの方が早い。そうですよね、うん、当てるだけで。そうそう。今回はちょっと機械の音も入れてあります。このミッミッミッ可愛い音になってますけどね。10倍速も高くなって、はあ、うるさいですけどね、ま、本当、うん、しかし暑かったですね、この日。暑かったですね。夏本番ですわ。実は私この日長袖を忘れまして半袖で作業してるんですけど半袖やっぱ涼しいですね、うん、半袖涼しいです。かぶれとかちょっと怖いですけど、うん、なんなら裸で作業したさあだんだん木が減っていっております。どんどん切っていってますね。はい。これから草刈りですね。まずはチップソーで。まずは、はい。手慣れてらっしゃいますね。はい、何百回とか。草刈りね。しかし汗かきますよね、本当これ。そうですよ、ね。まあ動画の中でも出るかもしれないですけど 1.5 キロとか2キロとか平気で痩せますからね、2時間ぐらいですね。脂肪が燃焼というよりかはあれなんですか、水の木みたいな、そういう感じなんですか。そうかもしれないですね。水分がもう単純に抜けてなくなってるっていう感じ。さあチップソーで
ちょっと大まかに買っていっております。簡単でなんて砂ぼこりが持ってますね。ここからナイロンコードでちょっと細かい部分とかもやっていく感じです。このナイロンコードはおろちですかね。おろちですね。この間の動画で、はい、はい、出したおろちです。前回動画、概要欄に貼っておきます。はい、そちらもぜひ見てください。はい、あんまりこういうチップ層からナイロンコード使って刈るってやんないんですかね。なんか二度刈りするって丁寧でいいですねみたいな感じのコメントも来てて、はい、あ、そうですか。うん、割と二度刈りが基本だと思ってましたですね。僕も独自ですけど誰からも教わってないけどほら、やっぱあのナイロンコードで後からやった方が綺麗になりますよね。そうですね。もうだいぶさっぱりしてきましたね。そうですね。土の色が見えてきて、はい、で細かいところは手でやっていく形ですかね。この後ちょっと、はい、この木の周りとかですかね。木の根っこも、うん、そうですね。草刈り機でちょっと入っていけないとこ、はい、最後手で草むしり草刈りしてって感じです。こういうとこですか、ね、はい。結構ね、あの、トラック止めてるところが離れてたから、大変でしたね、キャンシー。そうですね。ちょっと通路も狭くて。木の周りに落ち葉も落ちてたんで、それもついでに集めて、処分します。はい、今回は、お値段公開も。あ、そうですね。最後。さあ、いくらでしょうか、こちら。ぜひ予想して、はい、最後に見ていただければと思います。はい。だいたい2時間ぐらいでしたよね。確か、2時間、はい、2時間ぐらいでしたね。で、木を剪定して草を刈ってっていう。処分の料金も含めて。そうですね。終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事作業完了いたしました。だいぶさっぱりしましたね。はい、そうですね。木も全体的に3分の1ぐらいかな、までして、あと草も綺麗になりました。はい。まあ、ちょっとね、一応今日は2時間でやるっていうことで、めっちゃ細かいところはそこまで。大まかにという感じですかね。草刈りを。まあ今日も暑かったですね。はい、暑かったです。汗いっぱいかきました。昨日か、はい、1.6 キロ痩せてました、ね、草刈りの今日もそんぐらい痩せるんじゃないかなと思います。これから立て続けに草刈りが入ってきますかね。そうですね。ありがたいことですけど、はい、気をつけてやってます、はい、今日もあの YouTube 見ていただいてるお客様がご依頼していただいて、あ、そうですね、はい、こちら乗っけていいよっていうことで乗させていただきます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあもしよければいいねとチャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは次回の動画までごきげんよう。